ちょっとじゃあ1と、うん、それが見えたらおしまいについてね、終わりね、終わりこれについてね、うんうん、ちょっと語っていきつつ、はいはい、早川さんを家に送りたいと思います。お願いします。率直な感想はどうでした？まあ良くも悪くもマイルドで、うん、見やすいホラー。そうだね、あの 見に行くほどのね映画かなっていう感じはありましたね。まあ確かにね、まあでも見て損はなくもないかもしれないな、なんか中途半端だね。そう、難しいんだなそのピエロ、怖いピエロの映画さあ出せって言ったら、うん、イット当てるね。しっかりね、その邦画的な怖がらせ方してるから。そうそうそう、俺も結構ね、こう目細めたもんね、怖い。いやもうびっくりするし怖いしさ、なんであんな首を振ってこう走ってくんだすごいブレる、めっちゃブラーかかってんだって感じ。そうそうそう、ブラーかけてんなっていうね、カット割りうまいなみたいなさ走り方してくるでしょ外国の人はピエロ怖がり怖いって言うもんね。あ、そうなんだ。そうそう、でもまあまあ俺らも怖いよね、うん、だ日本人形が家にあったら怖いみたいなことかな。そう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 、多分邦画にしたら日本人形だよ、うん、そうだね日本人形がくるってくるってことでしょ。下水道から喋りかけてくるんだなんで日本人形とかピエロとかってあんな趣味悪いんだろうね。不思議だよ ねなんでそれをさ面白いとかさ綺麗と思ってんだろう ねしかもあれ子供向けじゃん基本的に。感性がイカれてんだよ。イカれてるよね、マジで。これがね、でも事前に聞いたのは、うん、あのホラーとスタンドバイミーみたいな。そう、合ってた。合ってたんだけど、スタンドバイミーってさ、あれさ、もう4人全員かっこいいじゃん。かっこよかったじゃん。でさ、特に主人公のことをさ、その本当の親友いるじゃん。4人いるけどさ、うち2人は大して友達じゃないじゃん、結果的に。あのスタンドバイミーね、俺そこが好きなんだけどさ、本当に仲いいの1人だけじゃん。まあ、そいつとかもスタンドバイミーだとめちゃくちゃかっこいいんだけど、今回のこのイットはなんか全員ダサいよね。ここがいいんだよ、本当に。そう、田舎者の少年って感じだよ。まあリアル思考っつったらリアル思考なんだよね。一人可愛い女の子がいて、あ、そうか。でそれで言ったらね、一個気になったのは女の子の目線が入ってる、ね、ああそう。でやっぱなんかあれピエロは大人に見えない、大人に見えない、大人に見えないっていう感じなんですよ。大人に見えないってことは子供たちのまあ言ったら恐怖とか悩みとか、まあ、トラウマとかいろんなその成長するに従って克服すべき対象が、まあそれを何だろうな、ピエロはそれを利用して恐怖を与えてくるみたいなこと、ね、だから少年が克服すべきもの、まあジブナイルものっていうかね、だからスタンドバイミーもそうですし、でもそういうのって、うん、大体男の子目線で描かれてる映画がほとんどじゃない。そうですね。でそこにヒロイン的な女の子がいて、まあ、最後注意して終わりみたいなさ、でも今回は女の子の生理っていうのが結構露骨に出てくるんだよね、うん、女の子が生理を目前にして、そのな、何なのさ、俺は男だから分かんないんだけどね、分かる？ああ、あれ女に見えるあ、ごめんごめんごめん、なんかちょっとなんか肌がツルツルしてる。ああそうね、そういうなんか毛もあんのかなと思って、うん、だからその女の子が生理の問題が結構出てくるじゃん、うん、それは珍しくない？まあね、これは女の子はすごい共感ポイントなのかな。それもあって海外でヒットしてんじゃない？あ、女の生理描いてるっつって女すごい口コミで広まったんじゃない女の生理、女の生理描いてるよ。あれだって女の子が血を全身に浴びるみたいな、生理が来たら ねそれでもう殺されそうになるんだけどさ、すごくない？生理が怖くて死ぬんだぜそういう映画だね。あれ自分が怖いものが出てくるからね。そう、もし自分だったら何が出てくると思います？何そんな、そういう話？そう、ほんと自分が怖いものが出てくるから、うん、俺だったら幽霊なんだよ。幽霊ね。あ、マジでわかんないな。俺が怖いものなんだろう。やっぱあれだわ、女の人がよく言う、あの人のどこが好きだったんだかもうわかんないみたいな、なんであんな人好きだったんだろうっていう言葉。ああ。俺の多分人生で最も怖いことそれです自分がそれ言われてるんじゃないかと思ったら、もう夜も眠れないね。そんなもん出てくるわけねえだろ何その、うわ怖っ、うん、俺の目の前で、うん、なんであんたのことなんか好きになったんだろうみたいなこと言われたら死ぬかもねでピエロになって、うわ怖っガバーつってごめんねつって泣きながら死ぬわこんなんでごめんねつって。幽霊じゃ普通じゃん、長谷川さん。いや普通だって、俺が絶対マジョリティだよ、うん、ちょっとぶってるじゃんそれ。いやほんとちょっとぶってんな。いやマジでそんなさ、うん、
すごい怖い体験とかもしてないし、生きてて。本当にない編集者とかでしょ。え、編集者怖くない？編集の人とかクライアントが出てくるんじゃないの？クライアントがピエロになって首振って出てくるんじゃないの？打ち切り怖っ、めっちゃ怖いじゃんでもそんな話だったよね。結構出てくるものがその個人、めちゃくちゃパーソナルな問題が出てくるっていうさ。そうそう、それで女の子はだから生理なのよ、うん、いやすごいね、それは。確かによく考えたら、うんうん、黒人の男の子がさ、ヤンキーの男の子殺しちゃうじゃん。殺しちゃう。いや、あれどう受け止めていいの？なんかその克服、うん、いわゆるその恐怖の克服とはもうちょっと違うっていうかさ。いや、もうあれはしゃーなしでしょ。しゃーなしなの？だって自分、しかもその子あと触れられないじゃん、その子と。なんかみんなで手つないで終わったけど。でもそれどころじゃないじゃんって。あんなヤンキーの後に、うん、得体の知れないピエロに襲われて、うん、みんなで戦って、うん、やっと倒したった後に、うんうん、そういえば絶対あそこ触れないと思うよ。でもそれで言ったら、あの女の子もお父さん殺すじゃん。あれ死んでるよね、お父さん。ああ、お父さん殺してるのにそのこと全く触れずに、殺してない、殺してない。なんか私はポーランドに行くのみたいな、うーって言ってたもん。あの後よく聞いたら本当、うん、よく聞いたらって何言ってたじゃん。よく聞いたの。主人公があの見に行ったじゃん。何行った？ビバリーのとこに、うん、そしたらあのお父さんが倒れてて、うん、言ってたから。って言ってた。言ってた言ってた言ってた。よく聞いた？聞いた聞いた聞いた。本当？繰り返し聞いたもん。繰り返し聞いたの？なんか言ってるかなと思って。そう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 。よく聞いたら。言ってた。そう。うん、言ってた言ってた。マジで？うん、じゃあ言ってんのか。そう。だから何とも思ってない。いや思えよ。それとこじゃ、それとこじゃ、あんな恐ろしいピエロが出てきた後に、うん、そういえば私お父さん叩いたんだったって。うん、思わない。なるよ。なるだろう。わなわな震えるわ。後で思い出してわなわな震えて後悔するわ。あとさ、もう一個さ、あの、うん、デブッチョの男の子出てくるんだよ。いますね。この子がね、唯一ね、うん、いいキャラしてるんですよ。いいね。唯一って言っていいぐらいいいキャラしてるんですよ。で、この男の子がその女の子のこと好きで、うん、で、変な話、何、あの女の子はどっちが好きなの？あれはちょっと魔性感あるよね。いや魔性だしさ、でしかも結局顔かよみたいなさ、ちょっと腹立つんだよね。確かに、ね、結局顔の方行くんだよ、うん、で男の子、そのデブ長の男の子がいいラブレター書くんですよ。書くね。うわ、ラブレター書きてって思わせるようなラブレター書くのよ、うん、そしたらその女の子それ読んでさ、勘違いするんだよね。そう、違う方の男だと思ってさ、で、あ違ったんだとか言ってさ、うん、でその後そのデブ長の方の手紙だって最後の方で分かるんだけど、うん、でもイケメンの方行くんだよ。なんで？見た目ですって。結局見た目ですって。見た目ですってこと？そう、イット見た目ですってこと？あの映画の本当の伝えたいことは見た目、うんうん、うわ、もうそれを見たらおしまいだね。そう、うわまだちゃんと面白いとこは面白いし、怖いとこは怖い。そう、ね、だからつまんでもない。そう、あとちゃんと死ぬとこ死ぬし、そう、あの全死んでませんでしたみたいなんでもないしね、うん、ちゃんと死ぬしね、結構ね。そう、うん、ヌーベイとかでもさ、うん、結構最初の初期のヌーベってさ、こう学校七不思議っぽい感じあったじゃん。あーあったね。ちょっとその怖さにちょっと最初近いんですよ、うん、ヌーベでもやっぱ怖いのってさ、本当に人が死ぬ回怖いじゃん。死んね、俺は不気味ちゃんってやつが怖いのよ。不気味ですね。ヌーベの不気味ちゃんって話覚えてる、うん、俺さ、あれ長谷川さんってその話何回かした気がするな。なんでだっけなって思ったけど、ダークソウルのゲーム実況で言ってたもん。そう、俺のゲーム実況で言ってたんだけど、すっげえ怖いんだよあれ。夢に出てくるの、不気味ちゃんっていうちょっとね顔が荒れない女の子が、うん、で私のハーモニカを探してて、うんうんうん、でその街中のどっかの排水溝に落ちてる、うん、その道順を初めに教えられるの、うん、だからもう超長い文よね、うんうんうん、まずこのドアをの右から2つ目を開けて、うん、で三股路に分かれてるから、うん、そのうちの左へ行って、うん、でその歩道橋を右から2番目の階段から上がってみたいな、そういうのバーって一気に言われるの、うんうん、怖いね。それを覚えてなく進んでっちゃうと、うん、もう死んじゃう。それ結局何、ヌーベはどうやって解決するの？力技でこう出すタイプ？ヌーベね、それね、最後の方まで出てこないのよ。あ、そのパターンだ。あの本当に子供たちだけでなんとか頑張って解決して、最後の最後ヌーベが倒すみたいな。あ、襲われそうになったとこヌーベ来るパターンね。間に合ったみたいな、そんな感じ。まあいいか、うん、もうイットの話はもういいでしょ。はい、でははい、
では、イットを見てきました、長谷川さんと、はい、チャンネル登録はいお願いしま す, します。コメント、低評価、高評価、何でもいいんでリアクションください。は